11世紀、とこしえの夜で世界を包んだ妖魔の王、夜の君を一人の少女が倒したという。だが、その散り際に、夜の君はその汚れた血をまき散らし、世界に禍根を残した。ブルーブラッド。その血を浴びた者は、姿と性質を変え、邪妖と呼ばれる人にあだなす存在となった。以降、邪妖は夜になると町に現れ、人々を襲うようになり、人間の世界から夜を奪った。そうして、世界は光さす昼は人が活動し、闇に染まる夜は邪妖がうごめく眠ることのない、夜のない国となった。それから800年、聖戦の舞台となった北海に浮かぶ地図にない島、ルースワール。今この島で、夜との宿命を背負う二人の少女が、運命の再会を果たそうとしていた。これは、夜のない国に生き、愛する者のために戦った、二人の少女の物語。ここが指定された島か。くそ、強行帳面。こんな地図にもない島にあんなボロ船で向かわせやがって。おかげでひどい船酔いが。教皇庁の騎士の方ですか？ああ、君が今回の司祭ってリュリーテス？アーナス、今回の邪妖討伐任務のパートナーってあなただったのね。おう、私も驚いたよ。まさかまた君と一緒に任務ができるとはね。邪妖と戦うエージェント、アーナス様をケアしに参りました。よろしくお願いしますね、騎士様。こちらこそよろしく頼むよ、司祭さん。それにしても久しぶりだな。最後に会ったのはドイツで大物を飼った時だから何年ぶりだ？そうね、2年ぶりくらいかしら。もうそんなに経ったのか。リュリーティスはそれまで何してたんだ？そうね、お仕事をしたり旅行をしたり、とにかくいろんなところに行ったわね。
イギリス、フランス、ポルトガル、ヨーロッパはほとんど回っちゃったんじゃないかしら。そうなんだ。思い返してみると、私は仕事ばっかりの2年だったな。へえ、アーナスはどこでお仕事をしていたの？アメリカ。アメリカ？それはまた遠くに行っていたのね。任務はそれほどでもなかったんだけど、現地まで行くのが大変だったな。今にも沈みそうな小舟に乗って波に揺られていったんだ。何度死ぬかと思ったことか。ああ、アーナスって船が苦手だものね。うん。なんで船になんて乗りたがるのかわからないよ。向こう岸に渡りたいなら橋を架ければいいし、魚を釣りたいならそこらの川でこと足りる。人間は地に足つけて生きるのが一番なんだよ。わざわざ水の上に行く必要なんてこれっぽっちもないじゃないか。アーナス、わかった、わかったから落ち着いて。ごめん。ううん。アーナスが昔から変わってなくて安心したわ。でも、この島にも船で来たんでしょ？大丈夫だったの？実は、あんまり大丈夫じゃない。さっきから船酔いで頭がグラグラしてるんだ。あら、大変。じゃあ早くホテルに行きましょう。ホテル？ええ、教皇庁の協力者が待っているの。さっき見てきたけど、広くていいホテルだったわよ。さすが教皇庁、気前だけはいいな。まあいいや、ホテルに向かうとするか。そうね、行きましょう、アーナス。どうしたんだよ、リリーティス。急に笑ったりして。アーナスと一緒にいるんだなって思ったら、つい嬉しくなっちゃって。なんだよ、それ。私たち、学生の時はずっと一緒にいたじゃない？寄宿舎で一緒に起きて、遊んで、お話しして。なのに、卒業したらめったに会えなくなっちゃって。私、とっても寂しかったのよ。リュリーテス。だからね、アーナス、今回はまたあなたと一緒にいられてとっても嬉しいの。そっか。ねえ、リュリーテス、この島あまり大きくなさそうだけど景色は綺麗だと思わない？この任務が終わったら一緒に見て回ろうよ。いろんな話をしながらさ。アーナス、絶対よ、約束だからね。うん、約束。そうと決まればこんな任務さっさと終わらせちゃおう。ロシエクロックが反応しているということは。ええ、邪妖たちが潜んでいる証拠だわ。気をつけてね、アーナス。ああ。フェルマン！なんだ？ジャン・コーリー・エルイエル！セルバンが呼び出す前に勝手に出てくるなよ。お前たちは、セ・ル・バ・ン。私のしもべなんだから、ちゃんと言うことを聞け。ケンフェン・ライエ・イーゼン。はいはい、頼りにしてますよ。
一斉切り立つ。行け。出して。わかった。青き血をたたえる古き気候よ、移ろう時のごとく、流れる水のごとく、忌むべき血をあるべき地へと送り出せ。これでもう大丈夫。ロジエクロックに溜まった青い血を浄化したわ。これでしばらく青き血に蝕まれずに済むはずよ。ありがとう、助かったよ。ところで、そいつは何？ああ、この猫ちゃん、アーナスの戦いを見ている間にお友達になったの。なんてのんきな。どうしたのかにゃ？おにゃかすいたのかにゃ？リュリーテス、早くお家に帰ってご飯をもらいましょうね。どうしたの、アーナス？私の顔に何かついてる？なんでもない。ひとまず先に進もう。まだ夜が潜んでいるみたい。ひ、あ、闇が、黒鳥が溢れ出してる。なんて数だ。アーネス、あれを。これは赤い月。そんな、まさかあれはミラだ。知っているの、ルリーです。あれはもう一つの月、ミラだ。すべて満ちると世界が常しえの夜に包まれるという夜の月。つまり
あれが見えるということは、また世界が常しえの夜に包まれようとしてる。リュリーティスを助けるんだ。これが教皇庁のホテルか。仕方ない、あまり頼りたくはないが、そんなことは言ってられない。一度教皇庁の協力者と合流するか。ホテルエンデでございます。いえ、まだ見つかっておらず。はいはい、アーナス様でございますか。はい、ご到着でございます。はいはい、かしこまりました。では。あんたは。ホテルエンデの支配人でございます。あんた、
支配人ってことは教皇庁の協力者か。私は騎士のアーナス。大変なことになった。リュリティスが、司祭がさらわれた。早く助けに行かないと。どこか心当たりはないか。教皇庁の協力者ならこの辺りの地理に詳しいだろう。あのお方の声をお伝えします。捜索範囲は旧伯爵邸庭園、現在はローズガーデンとなっている。以上でございます。教皇庁め、もうそんなことまで分かってるのか。ありがとう。それじゃあ助けに行ってくるよ。くれぐれも万全の準備を整えて出撃なさってください。言っていただければ戦いに役立つ品をいくつかご案内できます。そうか、じゃあお願いするよ。